神戸ハーバーランド海へ海へメンバーズカード海へは、兵庫県神戸市中央区、神戸ハーバーランドにある、イオンモール株式会社海へのショッピングセンター。200V 級速充電器六甲山川から順に、ノースモール、サウスモール、モザイクの3棟で構成されている。これらはもともと別の商業施設だったが、いずれも売上の低迷などの改善すべき課題を、抱えていることから、 一部のテナントの入れ替えや施設の名称を統合した上で2013年4月18日にリニューアルをオープンした。店舗数は3館合わせて225でリニューアル当日にはオープン前から約1500人もの来場客が行列を作った。リニューアルに際して新たにイオンモールが運営に参画しているが施設内には2017年までイオンをはじめとする。 イオン系列の店舗は原則として出店していなかった。同社によると年間1500万人の来客を見込んでいる。地下駐車場内に無料の電気自動車用充電器を2台設置している。会員登録などは必要ない。神戸ハーバーランドの町開きの翌月、1992年10月1日に大英ハーバーランド式と、こう。 S ホールセールメンバーシップクラブとして開業。c エ s は会員制のディスカウントストア業態でチェーン化される前、全国に先駆けて営業していた。1994年4月までに16万人の会員を集めていたが、1995年1月17日の阪神・淡路大震災の発生により営業を停止し、ポートアイランドエキゾティックタウンにあった。 バンドールの跡地に独立移転した。当店には震災の対策本部が置かれ、翌日には一部フロアの営業を再開した。高 s コエスの撤去跡地には、より専門性の高い商品を取り揃えた大英ハーバーランド店がビルの修復を経て、同年11月10日に営業を再開した。その後は2003年8月22日のソフマップの 移転などの手こ入れが図られたが振るわず、2006年9月末の契約満了を前に、大英の事業再生計画に基づく、不採算点閉鎖の一環として2005年11月30日を、もって閉店して撤退した。約1年間の閉鎖を経て、2006年11月22日の1階と、地下1階に、 売り場面積約1万平方メートルの泉屋をはじめとする新たなテナントが同年11月16日から順次開業し、三菱倉庫傘下の DN 建物管理が運営する新たなショッピングセンターとして2007年3月30日にハーリーとして開業。約6年間にわたって営業を続けた。泉屋ハーバーランド店は10年間の契約期間を満了し、 将来的に収益が見込めないことを理由に2016年7月16日をもって閉店。その後、大英から泉谷へ移行した時と同様に約1年間の閉鎖を経てイオンリテールが運営するイオンスタイル海江がグランドオープン。約300席のイートインスペースを有する食料品中心の店舗となっている。1992年10月に静電車が 約20億円を投じたハーバーランド店を開業。1995年3月には震災で入居するビルが倒壊した三宮本店にあった PC ポート神戸が移転する形でオープンした。2000年7月、集客力の低下を理由に静電車は閉店。その約5ヶ月後の2000年12月9日にコムサストア神戸ハーバーランド店がオープンした。 関西発の直営店でもある。その後、別店舗の神戸店が現在の北立2階に開店し、しばらくの閉尊を経て2007年4月20日に閉営店。ハーリの東館として編入され、現在の海へに至る。1992年10月1日に神戸阪急として開業。外館はフランスの豪華客船であるノルマンディー号をヒントに設計された。 また、店内中央には1階から6階までの高さ62メートル、直径16メートルもの吹き抜けがあった。オープニングセレモニーには、東方芸能に所属する沢口康子や宝塚歌劇団雪組スターの一郎巻、トップ娘役の紫友をはじめとする生徒が参加し、阪急百貨店の社長や副社長と共にテープカットを行った。 開業当初は開店の半年前に設立された子会社の株式会社神戸阪急により運営されていたが2001年12月に阪急百貨店に吸収合併された。阪神・淡路大震災の発生後は同年3月10日午前11時まで全館で営業を停止。同日から地上3階までの低層階で同年4月26日には全館で営業を再開した。 2005年、現在のノースモールに入居していた大英が撤退したことで、町開き当初から営業を続けている大型商業、施設は当店とグループ企業が運営する神戸モザイクのみになるなど、店舗の入れ替わりにより大きく客層が変化していった。こうした客層の変化などに対応するため、2004年には赤ちゃん本舗を誘致したり、2006年2月1日に、 グループのスーパーマーケット、阪急オアシスを入居させたり、2006年3月期に、子供関連売り場のエンターテインメント性を強化したりなどのデコ入れを行った。しかし、1997年3月期に259億円に、上った売上高はマイナスが続き、2011年3月期には91億4300万円にまで、落ち込んでいた。 1995年と1996年度を除いて毎年赤字が続いたため営業を継続するのは困難と判断し、H2O リテイリングは2011年5月12日、賃退借契約の切れる2012年9月30日までに神戸半球を閉店させることを正式に発表。そして同年10月27日、閉店日を2012年3月11日にする。 ことを発表した。2011年12月14日からは閉店セールが行われ、セール期間中の入店者数は前年同期比1.5倍、売り上げは倍増した。そして2012年3月11日20時1、1回山川正面出入り口にて閉店セレモニーが行われ、20時35分にシャッターが下ろされて閉店した。その後は約1年間の空白期間を経て、 海への一部に編入された。モザイクプロムナードセンターストリートサウスモール2013年4月、現在。特起しない限り、各店ともに、海へのリニューアル以前から引き続き営業している。ノースモールノースモールサウスモール神戸半球、閉店カウントダウン看板最終営業日のシャッターが閉まる瞬間。ありがとうございます。